ありがとう。そう、あのなんかたい焼きのイベントキャンペーンみたいなのが始まったので一気に来すぎてすんごい魚群魚群が新潟から千葉県に帰ってきましたおかえり。月曜日パパー、うん、いないけど、めっちゃさ強力な両面テープを使って、あー、また作ってねパパ、ごめん破いた。自分の写真にハサミを入れるのすんごい嫌なんだけど。これもともとなんか金具がついてたんかな。そんなにあれ全然頑丈じゃないの。こんばんは。顔ファン、いやそれもすごいことですよ。ありがとうございます。そう、これがね、カニ。うぅー、カニ釣れた。そう、めっちゃね、久しぶり。なんかしかも間が、待って待って、ここ伸びんの？初めて知ったんだけど。伸びた。おー、ヒットヒット、キャー。曲がり具合も大事。いい感じ。なんかあのさ、なんだっけ、
なんかね、言うね、この間夢でね、でかい魚を釣る夢見た。何だったかは忘れた。だし茶漬け食べたすぎたのかな。だし茶漬け食べたすぎて、夢で釣ってた。あれから釣り行ってない。あの寒いくて波が高くて何も釣れなかった、あの恐怖の釣りからまだ行ってないわ。昨日ポキさんのデコ出しにガチ恋しそうになりました。出た、そうしそう、ありがとうございます。誕生日お誕生日おめでとう。何歳？何歳？はい、言って、何歳？え、今日誕生日？ふぅー！ 2 人目おめでとう。なになになに、どうしたのどうしたの、今日何歳？2人目も何歳？はい、待ってるよ。何歳か、何歳か待ってるよ。何歳なの？一人目何歳？二人目何歳？61?1? あ、じゃあ一緒なんだ、私と。今はまだゼロだけど。ああ、ポキが一番の方なんだね。ポキちゃんの倍？今二十歳。40？ 倍は言っとるだから40より上ってことだよね。何？あの、1の位何？こんばんは。のくらい。一のくらいが知りたい。
5か6何その2択初めてのパターンなんだけど、まあまあいいか。5の場合は、5の場合は何だろう。ポキちゃんを、ポキちゃん、ポキちゃんを押そう、ゴーゴーの人で6の6は、うん、6は何だろう。いやいいや、6なんだろうな。6難しいな。何が、なんで6なの。6はだって昨日だもん。難しいな6。うん、そう、ポキにマジなんかポキ要素を入れつつ6が好きな理由を言って。難しいや、それ難しい。夢中の6、いいね、ポキちゃんに夢中の6。あー、天才天才いた、天才、よし、それだ。ありがとう。ポキちゃんを押そう、ゴーゴーのと夢中の人なんだね。オッケー。あとはポキに追いかけられてる人1週間だけ追いかけてる、1週間違い1をポキちゃんが1番の人と5と6の人。素敵な1年にしてね。これだな、これが大事。
マジブチブチ言ってた、やば。今年の誕生日のハッシュタグどうしようね、なんだっけ、2個決めたよね、なんだっけ、1ヶ月か2ヶ月前くらいに決めたよね、なんだっけ。これ入賞すると、ね、今回はね、この、 ランキングは、ランキングのやつは、ランキングのやつは通常枠、私通常枠なので1位2位が「ぼる塾」の田辺さん出演のショールーム公式特別番組出演権の獲得と、 1位はさ、やっぱりさ、ほらリーコチさんがいるからあれなんですけど、1位がその今までと同様ルームの画像が変わることをし、あれなんて言ったらいいの、あれ再なんだっけ、なんだっけ、サムネ、そう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 、なんでわかるの、なんでなんでわかってんの、ゆうが考えてることと、トップバナーも形成されて、あとショールームのアプリをログインした時にポップアップの枠に決まって言うなって出るのと、タイヤキングアバターの配布、ショールーム公式 X でのルーム PR 券、高級焼肉お食事券3回分で、通常枠2位がこのショールームの特別番組出演券と高級焼肉お食事券2回分、通常枠3位が特別出演券はないけど高級焼肉お食事券1回分。今回はそのショールーム公式特別番組出演権通常枠1位、通常枠2位、新人枠1位でやるみたいだから、チコちゃん、なんか、それでこのランキングとは別に対象ギフトの獲得ポイント数に応じて30万ポイント達成でみんな大好き高級フルーツ大福をプレゼントっていうのもある。さ、難しい、前回のね、お食事券は来た。でもマンゴーと松阪牛はまだ来てない。もうポキちゃん新人じゃないって、4期生がいるから。もう一生ね、通常枠。新人は各グループの最新の木、一番若い木の方が参加されてるんだって。新人は そう、メダル関係ないよね。そうだから5期生が入ったら4期生はもう通常枠。ほんと皆さん、皆さんも美味しい焼肉が食べられるくらいの感じで、いつも投げてくださってるギフトをたい焼きに変えてくださいずうずうしいわ、そんな。
まだ研究生なのに。そうなんだよね。そうなんですよ。そう。私一回しか新人枠でやってないんだよね。ハッピーガールの時しか新人枠じゃなかったんだよね。どんまいって感じ。さあ、なんだっけ、ハッシュタグさあ、私過去の動画で、動画じゃない、過去なんか言ってたっけ、なんか調べたら出てくんのかな、ポキ誕生日とか調べたら出てくんのかな、誰か前の ないよな、木本優奈。前ハッシュタグ書いてくれてないかな。ないな、絶対ないな。え、誰？誰が書いてくれてたの？あの時。テロップだからそのたい焼きくださいとか、たい焼き集めてますとか NG だからね、言えない。てかギフトくださいなんて言えないよ。ありがとうみんな。ポキ祭り2024とポキは一番だっけ。5月16の配信で言ってた、その時のやつだよ。なんだっけ。その時のやつなんだっけ。ポキ祭り2024とポキは一番。あ、そうだっけ、合ってる、合ってない。カニ10歳もっともっとポキりますは去年のやつだよね。じゃあ待って、だってどうしよう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 、みんな
忘れたよ。5月14まで遡ればいいのかな。いやー、どうしたらいいのこれ。みんながたくさんさあ、いろいろさ、投稿してくれるから遡ったってさ、これ今何日？ 6 月3日だよね。5月の14と、はっは、あーやばいやばいやばい、これやばい、全然遡れない。え、メモってないよ、メモってない。みんながなんか覚えてるかと思って、他力本願発揮しちゃったよ。え、メモったっけ私その時。いや、メモってないよね。やばいやばい、あーやばい見てあ助けて、5月26まで来ましたけど、これ風の陣ぐらいになりましたよ。やばい、ポストを読み込めませんってなっちゃったよ。無理だった、終わりねえ、やり直してください。だってこんな5月24まで遡ったのに。最悪、もうダメ、もう無理。え、メールも送ってないよね、そんなハッシュタグ。え、送ったっけ。え、全然覚えてない。なんかね、5月14日ね、風の陣に出るっていうことが決まった日らしくて、そっちの話をしてるわ。いや、多分そうだよ、多分ポキ祭り2024と、ポキ祭りの祭りは漢字だけでリーいらないって話した、してないかもしんないわかんないどうすんそれ木本祭りの時か、その話したのは。木本祭りの時だそれは違う違う、だから分かったよ、もう書くよ、書きます書きます、ごめんなさい、人任せにして。多分
あのさ、あのね、さ、ポッキー木本祭りっぽくしたくて、祭りをちゃんと木本祭りっぽいのにしたいから、祭りをひらがな一つ、ひらがなじゃない、漢字一つにした気がしたんだよ。あと1週間か、やばいねえ、恐ろしいんだけど。ひらがなだったっけ？横にしようかな。やばいね、あと1週間だって。恐ろしい、ね、やだ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 、年取る、もう体力やばい、体力がなさすぎてやばいんだからさ、もうこれ以上年を取らせないでくれよ。わーい、二十歳だじゃないんだよって感じ。どんだけ年取りたくないんって、日野さんに追いつかないんだよ絶対に。日野さんの方が2日早いから。黒が出なくなってきましたので、今度買ってこよう。黒と赤と緑をねたくさん買うんですよね。いきます。
ガムテープ、できた。やばいやばいやばい、メール書いてないかな、練習しない。ちょっと待って、スクショすんのか。大事な日だったな今日。明日決めればよかったかな。そう、顔ができてない。みんなが怖い。何話そうとしたんだっけ。最近そんな多いよね。そうなんだよ、やばいんだよ。だから疲れてんのかな、忘れんだよね。すぐ、あ、みんながびっくりするようなニュースがあるから、ちょっとメール書くね。
でもそんな大したことじゃないよ。お仕事の話とかじゃないし。あ、そう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 。お仕事の話ではないで、ブルグラビアでもないです、ないですないですないです。なんで結婚、なんなのなんなの、なんで私が、え、けん、結婚、あ、お見合いか、お見合いしの話からか。なんでそんな、なんか結婚どうしたの？何なの？怖いんだけど。みんな結婚結婚。なんで、ああ、みんな結婚結婚。ガチ恋ねえな、それな。まあまあ、いいでしょう、いいでしょう。
よし、送りました。いつ届くかな。チコちゃんと会う約束。違います。でもそんなさ、なんかさ、ハードル上げられるとそんな喜ばないかも、びっくりしないかもしれない。そんなさ、びっくりしないかも。何その変なハードルの上げ方、嫌なんだけど。いや、なんかびっくりするというかさ、嬉しい、嬉しいなーって、ちょっと嬉しいなって思うことだったの。なんでみんなそうやってハードル上げてくのよ。じゃあ全然なんかしょぼいかも。もうしょぼい、もうしょぼい、やーだー、なんでよみんな。本当にやだ。あ、そうそう、それぐらい、新しい靴買ったとかそれぐらい。やだみんな、ひどい。コスメでも買った、そんな感じ。3期生みんなで出かける約束できた。え、してない、それは。新しい組むつき、それぐらい、本当にそれぐらい、やだみゆかほぼきで飲みの予定ない。やだ、勘弁して。最初に結婚って言った人誰？そうだよ、あのちゃんとメールが届いたら、うわーって言ってね、みんな。待って、窓開いてた、やばい。めっちゃでかい声でギャーギャー言ってた。キャーとか言っちゃった、めっちゃ窓開いてた。昨日暑かったんだもん。
っと待ってて、ガムテープ貼ってくね。あの窓を閉めます。うわー見えない。いつでも貼れるようにここにガムテープを置いて。登場の仕方がプルプルプル、イエーイ。今はね、暑くない。あ、なんかチャットの返信、研究生は見れないって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、3期生は見れてる。3期の研究生も見れてるよ。そう、大丈夫です。チャットの返信ってポキちゃん全部読むの？うん、読むよ。だからよ、読みたくない、読みたくないさ、返信まで読んじゃうよ。ああ、また言われてるな、あーしんどいなっていう返信まで読んじゃうんだから。なんかさ、そんなこと書かなくたっていいじゃんっていうのあるのさ。飛ばしたいけど飛ばせない、全部。そう、でも多分本人は悪気がないというか。しょうがないね、多分無自覚だと思う。
そう、なんかこの方の返信が見たいから調べるとかじゃなくて、送ってくれた順に届く、一気にその返信チャットを読むページがあって、誰々さんのチャットの返信見ようじゃなくて、誰々さんがこう送ってくれた、その次の時間に誰々さんがこう送ってくれたっていう感じで、グループラインみたいな感じで見れてて、だからその方だけ見ないとかができない。絶対目に入るというか、全員の返信を見てます。名前とか出るの？名前出てる、アイコンも出てる。だからそのああって思う返信以外のあのメッセージはにやーって見てますよ、もちろん。あとね、チャットはね、何時でも見れる。そう、チャットの返信は私夜行性だから、全然夜中の2時とかに見たりもする。こっちがチャットを送るのは22時までなんだけど、返信を見るのは何時でも見れる。メールまだに時間制限あるんですよ。そうなのよ、なかなかね。0時過ぎて返したのもすぐ見れる。その時間になれば見れるよ。1時とかに見ようって思ってみたり、メールが23時でチャットが22時。メール来た？ポキちゃん深夜に見ることが多いです。はい、わーってびっくりして、わー、はい、言って、びっくりしたーって言って、
優しいなみんな。わーすごーい。みんなじゃあ見てきて。ああよかった。朗報だよ。いや秘宝ではないよ。まずえ、待って。カラオケの方を勘違いしてる。それじゃない、その下の方。待って、違うのよ。カラオケの方じゃない。下見なさい、下、下を見なさい。どっちも朗報だったのか。そっちだわ。こっちには入ってないと思うよ。うん、ない。おもろいって。きゃー、目がかゆい。カラオケのインパクトがあったのは気のせいかな。すいません、分けようと思ったんですけども、分けようって思ったの。カラオケのメールと嬉しい方のメール、
ポキちゃん一本でもよかった。でも元ヨナって呼んでくれてる人いるしさ、あのメールのさ最後の文にさ、元ヨナよりって書くからさ、やっぱりそこは減らせないと思って。イエーイ、忘れてたんやろ。何が消すのってこと。私が変えてるわけじゃないからね。ちゃんとメモでここの部分をこうしてください、ここは追加でお願いします、変えるっていう、ちゃんとスタッフさんに変えますか追加しますかって聞かれて、追加でお願いしますって言ってるから。忘れたわけじゃないよ、本当に残したんだよ、元ユナを。しかもなんかあのちゃんとあのにんあれキャッチフレーズ、キャッチフレーズは元ユナから取ってもっともっとにしてるから、元ユナ消したらもうねないなって。ショールームのは自分では変えられないな。変えられるんだけど変えちゃいけない気がする。特技ファンの方とのコミュニケーションそう、先輩からは何呼びが多い？ポキ。でも聞いてほしい。マッシーさんがね、最近ね、ずっとゆうなちゃんって呼んでくださってたんだけどね、最近ゆうなになってるの。いやー嬉しくて。水泳残したのね。まあまあまあ水泳はね、変えられません。人より
唯一勝ってるところ、水中なら動ける。たかしはポキさんって呼んでくれる。他多分ゆうなさんだと。どういうこと、どういうこと。アンナちゃんって呼んでる。いや、わかるよ。たかしは違うの。他の4期生はゆうなさんだけど、たかしはポキさんなの。アンナさん、なんか呼び捨てのイメージあるけどね。はるなちゃん、そうね、ずっと体調悪かったからお休みするみたいだけど、ゆっくり休んでほしい。さん付け距離感じない？いいの？たかしはそれで。お休みしてね、ちょっとこ落ち着けるというか、ゆっくりできるなら、こうなんだろう、ファンの方に具合が悪いことを言えず、いつ前座出るんだろうとかさ、いつ配信するんだろうって待っててくださるファンの方がいるって思うと、やっぱりこう複雑な気持ちになると思うし、休みますって言ってゆっくり休めるならそれがねいいと思う。そうですね、あ、そうだ、私前髪切りたいんだった。見て、これバレンタインのさ、ニコ生さんの配信の時にさ、なんかゲームやって、大人メンバーのゲームで、大人メンバー10時からの大人メンバーオンリーのゲームのやつで買ってもらったチョコレートの袋、木本チョコ、前髪クイズ。だって絶対気づいてくれないもん。
まあちょっと近々美容室に行くということを想定して切りますね。まあ、それでもいつ行くか分かんないのと邪魔なので切りますけど、ASMR。よし。こんな感じです。いつもパッツンだよ。縦にハサミ入れないし。これポニーテールしたらこの頭皮がこうなるから短くなるんですよ。こうなって1センチぐらい切りました。いいんじゃない、いいんじゃない。頭皮動く、動くよ。だからもう引っ張られてポニーテールが大変なことになる。昨日あんなにデコ出し褒めたのに出す気ない。ないよないよ。アイドル前髪で行って、たまに出すからいいんでしょ。ああいうのは毎日出してたらね。めっちゃ好評だったんだけどね。汗は拭きやすかったけど涼しくはない。あとまあほら、私はまだ研究生だから髪型自由じゃないし、常に前髪上げられるわけではないから、とりあえずポニーテールでね。
前髪は自由なのかな、まあそういうその辺のルールがちょっとよくわかんないんだけど、そのロック初日というかロックの日だったじゃん、もう6月9日でそのまんまロックで、だからだったのかな。歌いますか。窓閉めたことですし、自由になったらどんな髪型にしたい？巻き髪をしたい。ただちょっとあの毛量が多いのでここら辺こう減らしてこう巻き髪したいですね。カエリさんね、そうあの直談判してくださったプラス私が前髪分けたりとかカチモリヘアしたりとか前髪上げたりとかしたらもうそのたびにどん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 って寄ってきていいねって言ってくれるの。めっちゃ面白かった。びっくりしすぎて私よだれ出て危なっ。うわびっくりした。キス帳このこれにはないよ、メーカーっていうかあれ機種が違う。牧草も入ってない、変わってないこれは。ちょっと待って。滑舌が悪いんだよな。太陽は水平線の彼方を目指して歩けがきただらかす顔やり残してるような悔いはないのか。僕はまだ帰りたくない、やりたいことやりたくないことやらされながら理想と現実がごっちゃになっている日々、あの空と雲にがほら分かれているように交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす
星たちは自分が輝いているその位置と宇宙の旗で誰かに見られてる自意識どこまで消えていった光を知っているのか僕は始まってもいない欲しいものいらないもの見境つかなくて手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ大人とはその分別があることというなら永遠に大人になんかなるものかふるさとすべて僕は絶対暮らせないだろう水平線見えなければ今いる場所がわからない夜よ僕に浮かばせるなよ想像かけの愛の世界はその思い私は知っている。昨日だったか一昨日だったか、ユーハが暗闇を歌っているの。私は知っている。ちょっと見てた。ちょっと見てたら歌っていると思って ドローンっていうか私ユーハのこと大好き人間だからね知ってる知ってるよねI'm not afraid to die.
が違う木漏れ日のマドンナ。君を知っているよ、ずっと前から偶然見かけるたび気になってた。通り過ぎてた恋のきっかけ、ちゃんと勇気出して声をかけたい。少しだけお話ししませんか。心をノックしよう、初恋とは夏が来る前に準備しておこう。不意に運命の羽がゆっくり回り出して、何か歯車が動き始める。何も知らない誰かのこと、いつの日からか遠く憧れて、誰かが叶った季節はいつだって生きとし生けるもの成長させるんだ。ざわざわしてるプラダナス、一瞬風が止んで振り向いた微笑みのマドンナ。もっと近くでどんなもらい声か聞きたかった。何にもできずやめて、想像してた。だから恥かいても行ってみるんだ。帰り道時間ありませんか。今でもドキドキする。前から偶然見かけるたび気になってた。通り過ぎてた恋のきっかけ、ちゃんと勇気出して声をかけたい。少しだけお話ししませんか。心をノックしよう、初恋国境のない時代。僕の声は聞こえるか、風の音で消されたのか、誰が言うなでしょう。ずっと叫び続ければ届くと信じていたい。お互いが壁に
これ清楚だった頃、まだ。これはもうポキの性格めっちゃ出てたけど、無理して清楚を取り繕って写真撮ってたやつ。でもめっちゃね、うさぎ嫌で、嫌でっていうか、ポーズもわかんないし、そういうキャラじゃないし、無理ですって言ってた、カメラの前で。その頃から滑稽ではある。ああ、面白い。春の風が不意に吹いて、窓のカーテンを膨らませた。まるで君が拗ねた時の頬ぺたみたいに、切りすぎた前髪ならよしとものえだ。すぐ伸びてくるでしょう。気になんてするな。
いつも今までそんなことないよをキー2個下げて歌ってたんだけど、今日はキー1個下げにしてみた。あーずとバンドエイドね、どうしよう。っていうかその二十歳最後に何歌うか、21歳最初って最初に何歌うかまだ決めてないんだよね。20歳最後と21歳最初。ひまたぎ配信するよ。します、します。ひまたぎできるでしょ。だって去年もしたもん。しかも私16日公演ないから、すんごいやばい、疲れたっていうところからじゃないし、インスタライブはやらないかもね。やった方がいいのか、あれいつやるのって。誕生日だもんね。インスタライブってかわいい、かわいいさ加工してできるからいいんだよね。そう、よくさ白いもじゃもじゃ プツプツ、白いプツプツとかさ、なんかリボンここら辺ついてるやつとかさ、いろいろあるじゃん、あれ系、ああいうやつ。まあ白いプツプツはなしでやると思うけど、やるってなったらね。
やる？私あの配信だからさ、インスタライブやったとてさ、フォロワー増える気がしてない。だってあれ、あの通知が行くのってさ、フォロワーさんだけじゃんか。木本優奈がインスタライブを始めましたとか通知行くのって、だから結局さ、見に来てくれるのってさ、優のことフォローしてくれてる人たちなんじゃないか。やる？何話すの？私オラブで話してるのにさ、お誕生日おめでとう。まあじゃあ考えときます。去年は公演だったからやるタイミングを失ってできなかったんだよね。何歌う？もうあと1曲か2曲しか歌えない。バンドエイド歌う？なんかね、あのね、久しぶりにね、あのほらポキとルアの動画とかが TikTok に上がってるから、こう元ユナ推しカメラみたいなやつあったじゃん。その動画をね見たりとかしてね、わあバンドエイドってななった。うわーってヨーヨーバンドエイドイエイってなった。シャドウ側歌ったんよ、もうお前ぐらい3日4日前。アンダーライブでも歌ってた、やばーい。砂浜の白い貝殻
熱い。おしまいですね。56分ですもの。ありがとうございます。いやー、はずい。ありがとう。ポキの誕生日まであと1週間。カウントダウンやね、これ。7、6、5、7、6、5、4、3、2、1。あと6日なのか。17日を0にすると、あと6日っていうカウント？17日をゼロにするしたいの。したら扇風機はリビングにある。やば、59分だ。仰ぎすぎた。いきます。13位カジュポンさん、ありがとうございます。12位ゴンちゃんさん、ありがとうございます。11位ひろいちさん、ありがとうございます。10位ひよりげたさん、ありがとうございます。9位りえちゃんさん、ありがとうございます。8位きっと萌えラインシャイショさんさん、ありがとうございます。7位みみれパパさん、ありがとうございます。6位とまおさん、ありがとうございます。5位はまっぴさん、ありがとうございます。4位あべべぽきさん、ありがとうございます。3位りゅうさん、ありがとうございます。2位かたやまさん、ありがとうございます。1位まこいもさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。おやすみ、ごきげんよう、バイバーイ。